はい、きなこクッキングのお時間です。きなこスペシャリストの聖子です。今日もいつもの通りきなこの何かを作っていくんですが、今日はお子さんに特におすすめの一品です。懐かしいきなこ入り卵ボーロです。もちろんお子さんとも一緒に作れるし、自分一人でも作れるし、とにかく楽しくて体に良くて簡単ですので作っていきます。はい、用意するのはこちらです。ポーン。もうどこの家庭にでもあるやつですよ、本当にね。もう作りますね、混ぜて焼くだけだからってことなんですけど、まあ、一応きな粉の紹介だけさせてくださいね。そういうチャンネルなんですね。で、前回も紹介したんですが、これです。小川のきな粉のテーブルきな粉バージョンなんですけどね、すごいでしょ。この入れ物にさ、食卓に置けるきな粉ってのがもう本当にいい発明だと思いましたんで、2回目紹介させていただいております。というかですね、この1個前にマグカップきな粉ケーキの撮影をしたんですけど、あんまりにも早く終わったんで、今日は2回目撮影なんですね。同じきな粉を使いますが、新しい発見もありました。これめちゃめちゃ溶けが良くて豆の味がすごく出てたんで使いますけど、タンパク質がめっちゃ多いんですね。見えますかね、 100g あたりに 40g 入ってんだけど、普通のきな粉ってね、まあ、その製法とかその豆の品種にもよるんだけど、20とか25とかさ、30とか、こんな40なんかあるやつないんですよ。どうやったの小川さんって感じですねということで、もう美味しいしね、使っていきます。じゃあ早速作りますよ。本当にクイックなんだからね。もうさ、リキッドのやつを最初に混ぜるんですよ。卵とお砂糖をね、混ぜてくださいね。もうそれだけ、もう混ぜる混ぜるばっかりですね。でも私こういう単純作業がさ、そんなに得意じゃないわけね。よく混ざりましたねって言ったら、こうミルクを入れるのよ。で、牛乳でもいいし、私はこれオーツミルクを使いました。最近ね、私はオーツミルクが好きなんですねってことで、何でもいいでしょうと思って入れてみたら大丈夫だったので、オーツミルクでも多分アーモンドミルクでも豆乳でもいいと思いますよ。もうさ、いいね、食は多様化されてね。そうしたらここまで来たらきなこさんも入れます。もうバーバーバーですね。さっきの小川さんのきなこが入っていってね。で、その後にね、今日は片栗粉を入れるわけなんですね。お気づきの方もいるかもしれないけど、この前のカップケーキと何が違うって、もう粉が違うだけなのよっていうまあ分量も違いはよね。ね、それで入れますね。で、このね、片栗粉っていうのはさ、まあ、バレーショでんぷんでしょ。なんかこのホロホロ感がいいんですね。あ、そうそうそう、それでバニラエッセンスもしあればね、お入れくださいね。そうそうそう、あとはもしね、あなたがあと1段階きなこ好きだったら、違うきなこでも試してみてください。2種類のきなことか入れたらさ、ね、入れたらってか分けてほら作ったら味が変わるからね。で、これでちょっと丸々にしていきます。で、今日ここからですよ。ここからがちょっとね、なんていうの、瞑想タイムなんですけど、結構ね、丸めます。今日はね、オーブンで焼いていくんですけど、もうオーブンシート敷いときましたね、こちらにね。で、丸めるのが根気がありますね。そしてちっちゃい丸々の方がいいですからね。大きいよりもちっちゃい方がサクッとして美味しいから我慢してね。で、私も何回か作っておるのですけど、まあ目標はこの分量で50個くらいになったらいいと思いますよ。ちっちゃい方が美味しいから、ちっちゃくて多い方が美味しいから、やってみましょう。見えます？これくらいがいいね。これくらいをいっぱい作りましょう。やってきます。はい、40個くらいできました。ちょっとね、均質じゃないけど、これで焼いてきますね。160度で15分から20分くらい焼いてきます。ほら、焼き上がって、冷めて瓶に詰めたらかっこいいっしょねえ。ボーロです。できちゃいました。もう焼くだけだから、混ぜるのだけがちょっと大変ですね。ほら、大きさもね、そんなに揃ってないですけど、これが手作りのいいところですね。別に店に出すわけじゃないんだからってことで、食べますね。こんな感じですね。ほら、ボーロ懐かしのね、一切油入ってませんし、食べます。うんうん、
わかるかな、この美味しさが。もうさ、ちょっとさ、大人もおすすめだよ。もうさ、ダイエットとかされてる方いいんじゃないの。タンパク質たっぷりだよ。卵も入ってる、きな粉も入ってるしさ、ねえ、もう油も入ってないし、止まらないですからね。それだけちょっとごっついですけど、うん、これ男性も作ったら、ホワイトデーでお返しでこれもらったら、もう私どうなるか分かりませんということで、今日はこの辺にしますね。もうきな粉がどん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 大変です今日も見てくださってありがとうございますね。お疲れ様です。きな粉卵ボーロやってみてね。バイバーイ。